皆さんこんにちは、エルザです。今回は中央を使った試合展開の作り方について解説となります。スプラって結構マップの形が特徴的ですよね。縦長もあれば正方形に近いマップっていうのもあります。マップの形を全て覚えて戦略を立てるとなるとかなり難しいなと思いますよね。そこで今回はどのマップでも大体使える中央を使った試合展開の方法を紹介したいなと思います。ただ本題に入る前ですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず、なぜ中央なのかっていう点について話していきたいと思います。マップ中央の役割というと主に2つありますね。1つが移動ルートで、2つ目が広い空間、この2つとなります。これだけ聞くと一辺普通の話ですよね。ですがスプラにおいてはとても重要な要素となってきます。でその理由というところなんですが、インクによる敵との境界線が引けるというものがスプラにはあるからです。まず敵と味方の位置を考えてみたいと思います。だいたいマップで見るとこんな感じに配置されていますよね。いずれにしても必ずインクの上に立っている状況です。これは敵味方関わらないですね。でご利用しでない限りは単技突撃っていうのはしてこないんですよね。でこの状況を見た時に一目で有利と不利って分かりやすいのかなと思います。どう見ても中央を取ってる方が有利ですよね。ではこれに移動ルートと空間を比べてみましょう。まず移動ルートですが、ルートは数が違うので攻めの選択肢っていうのがめちゃくちゃ違いますよね。これ防衛からするとそもそも守る場所も増えるっていうわけです。一人一人の負担が増えてしまいます。さらに空間っていうところでも言うとかなりの差になってますよね。囲ってみると意外と差があるなとよく思うと思います。なのでこういうところで言うと囲まれやすくもなるよなっていうのがありますね。でこのように中央を取っているかどうかで一目で分かるくらい有利不利っていうのが決まるわけです。では中央が重要なのも伝わったのかなと思いますので、さらに中央を取り続けたくなるメリットも紹介したいと思います。中央を取るときに起きるメリットについてですが、大きく3つあります。1つ目はスペシャルのための塗り場が確保できること、2つ目は敵の移動先を絞ることができること、3つ目は対面のしやすさの向上となります。この3つが中央を取ることによるメリットとなるわけです。いずれにしても対面の強化になってくるのに気づくのかなと思いますね。まず中央を取ることで生まれる面積を見ていきましょう。だいたいスプラのマップは中央が自陣と同等以上のサイズになっています。そのため中央を確保できれば足場が単純に2倍っていう風になるわけですね。単純ですが結構大事なところですよね。しかも2倍になるということは塗る場所も2倍になるわけです。これの何がいいのかっていうところなんですけど、自陣の足場を消費しなくてもスペシャルを貯めることができるんですよね。しかも場合によっては相手が遠くから塗ってくれれば塗り返しっていうのもできますので、より効率よく塗りポイントを貯めることができます。自陣の足場っていうところなんですが、なるべく残しておいて防衛や打開の時に溜め場として活用したいっていうのも実はあります。なのでそういう意味では初動で塗る以外はとても重要な場所となるんですよね。だからこそこの面積っていうところが非常に大事です。で続いては敵の移動先を絞れるっていうメリットがあります。これは中央を取ることによる敵への制限となってきます。まずマップを見てみるといいんですが、中央を取った後の足場はこんな感じになりますよね。それではさらに移動ルートをそれぞれ追加してみましょう。これだけ見るとわかりますが、中央を取られた側はとても動きづらくなっています。しかも狭い場所でこの行動になりますからね。これの何がいいかっていうところですが、スプラは中央へのルートっていうのはほぼ固定されています。それがスプラ3の問題でもあるチョークポイントというわけですが、これが固定されています。これを理解していると敵が見えなくても予測だけで攻撃を当てることが可能となるんですよね。さっき倒した敵が10秒経ったからこの辺り通ってくるな、ここ撃とうみたいな感じですね。
で中央を取るだけで敵の移動先を絞れるので一方的に攻撃ができる可能性があるので強いなっていうところになります。これが中央を取りたいっていうのもありますね。そして最後ですが、対面のしやすさ向上というメリットがあります。先に話した2つにもつながる部分ですが、これは単純に足場を使ったアドバンテージが取れるっていうところですね。まず皆さん、敵との対面をするときに嫌な環境ってどんな感じでしょうか。多分足場の敵インクで濡れてて不自由を感じるっていう時ですよね。イカロールがうまくできないとか、うまく逃げれないとか、そういう時です。でこういう時ってエイム良くても対面負けすると思うんですよ。やっぱこれはスリップダメージとかね、足場がおぼつかないとかあるからです。で中央を取るということは少なくとも足場も取れている状況となりますので、無理やり進んできた敵に対してアドバンテージが取れるようになっていきます。敵が自陣インクを踏むだけで、まあ、そこで戦うだけで敵は不利になるっていうわけですからね。しかもボムや射程があれば遠くから痛みつけるっていうこともできます。先ほど話した2ですね、2のメリットに関しても牽制してダメージを与えていればより痛みつけもできるというわけです。これだけ考えるとかなり楽ですよね。移動先を抑えて逃げた相手を足場の悪いところで戦うということができるので、有利な状況で対面ができるというわけです。で、まあ、この他にもいろいろメリットあります。例えばガチマッチ、矢倉とか矛とか何でもいいんですが、中央を取っておけばルール関与しなくてもルールを守れる、オブジェクトを守れるっていうメリットがあったりします。制圧力が変わってくるんですよね。まあ、そういった中央の恩恵っていうのはたくさんあるんですが、まあ、今回はこの3つとなります。ただこれだけのメリットが多い場所ですので、中央を確保するというのはかなり厳しいこととなります。そんなメリットの多い中央を取るために、ではどうやって取っていくのか、どう行動すればいいのかっていうことを次紹介していきたいと思います。中央を取るための行動ですが、敵と対面中などであればボムやスペによる牽制がとても大事です。とにかく相手をその場から引かせて自分たちが中央を徐々に奪うということが大事になります。ただボムとスペに関しては使うだけっていうのはダメです。投げたり使う場所っていうのが一番重要です。ボムやスペシャルを投げる場所は必ず相手の足元に落とすようにしましょう。なぜ足元なのかっていうとこですが、敵が必ず動くからですね。段差とか壁があったところを投げた場合、相手はちょっと移動したりするだけで壁裏に行くだけで回避ができるんですよね。これだと塗り返しっていうのはすぐされますし、相手もそんなに動かないんですよね。これを繰り返すとインク枯渇が起きてしまうので結果的に押し込まれます。ですが足元に落とした場合は敵がどうしてもその場から離れる必要が出てきます。これがポジションならポジションからの移動となるわけですね。これはスペシャルも同じで、手前ではなく足元に当てるように使うと同様の効果が得られます。ウルショとかトリプルトルネード強いのって確実に狙えるからですもんね。でしっかり狙うっていうのが実は重要となります。またさらに効果的に中央を取るのであれば、味方の行動に合わせてボムやスペシャルを使うようにするっていうのも大事です。まあ、対面が起きたところに対して、まあ、スペシャルボムを投げるっていう感じで大丈夫ですね。まあ、最初はこんな感じでいいと思います。これでキルが取れれば一気に流れが傾きますからね、とても大事なところです。ただ中央を取ると言っても皆さんご存知の通り、合わせたりするっていうのは非常に難しい行動ですよね。またキルが取れなくてももどかしいっていうことも起きます。こういった時にはキルができるかどうかが武器の連動や上達具合っていうところにつながってきますので、まあ、ここだけで諦めず何度も試して奪えるようにしていくっていうのが大事です。実際僕自身もトラストだったりとかいろいろ他のシューター系使いますが、基本中央を取るときはこのように取ってます。まあ、これでさらにキルが取れるように上達していった、だから取れてるっていうだけですね。なので諦めずガンガン練習をしてもらえるといいのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。